こんにちは、宮越淳史です。今年の6月17日土曜日午後2時より代々木上原にある古賀政男音楽博物館の欅ホールにて初めてのリサイタルを開催いたします。ピアニストに羽根石道夫先生をお迎えして、留学期に取り組んだものを中心にバロック期から現代まで様々な作品を演奏いたします。今現在の僕に合った最高のプログラムとなっているので、最後までお楽しみいただけると思います。ぜひお越しください。